50本連続セーブだ。さすがだ若林君。あなたは。私は日本サッカー協会の片桐というものだ。三上さんが代表合宿で来られないのでね、私が代わりに来たんだ。君のいるクラブと君の代表参加の交渉のためにね。ああ、あなたが片桐さんでしたか。その話は三上さんから聞いています。君が小学校を卒業後にドイツに渡り、このハンブルクで武者修行をすること早3年、そして今やこのハンブルクジュニアユースチーム、さらにヨーロッパのクラブジュニアユース大会を制覇したゴールキーパーだ。俺だってこっちに来て最初は大変だったんですよ。通用したのは負けるものかって気迫だけ。チームメイトと馴染めずに随分喧嘩もしました。それでも君は厳しい環境に負けず、力を磨き続け、激しい競争を勝ち抜き、そして結果を出してきた。その実力、そして世界のサッカーの厳しさを知る君が日本代表にはぜひ必要なんだ。久しぶりだな若林。君はカール・ハインツ・シュナイダー。シュナイダー、うちのクラブから移籍していったお前が今さら何をしに来た。今日はクラブの選手として来たんじゃない、ドイツ代表の選手として来たんだ。行くぞ若林。来いシュナイダー。また一段成長したな、シュナイダー。俺の目標は世界一。今度の世界大会、俺が必ずドイツを優勝させる。若林、大会で会おう。あれがドイツの若き皇帝か。映像では見ていたが、直に見るとその凄さがよりわかる。我々の夢を成し遂げるにはあの高い壁を乗り越えなければならない。片桐さん、うん、クラブとの交渉よろしくお願いします。俺も代表に参加して必ず日本を世界一にしてみせます。そしてやってきたぜアメリカ。はしゃぐなよ、恥ずかしいだろ。いいじゃねえか、気にするなよ。あっちにいる女の子たちかわいいじゃん。やーやーやー、 My name is リョウ石崎。あいつ何やってんだ。朝みたいなやつだな。ま、でもお前の言う通りだな。遊ぶのはまた今度にするか。みんな元気ですね。まったくだ、俺は疲れたぜ。やっぱり座り続けるのは性に合わねえ。でも初めての世界大会なんだし、彼らの気持ちはわかるよ。うん、俺も早く自分の力が試してみたい。大会が待ちきれないよ。翼らしいな。俺もここに来られなかった奴らの分も頑張るぜ。
うわ、人がすげえたくさんいるぜ。どうやら先に来ていたチームと取材陣のようだ。開幕が近づくジュニアユースワールドチャレンジ、その大会参加チームが続々と会場入りしています。中でも優勝候補の一角、ドイツジュニアユースチームには多くの取材陣が詰めかけています。ドイツチームの注目選手は今大会でも得点王候補筆頭に挙げられるドイツの若き皇帝と呼ばれるカール・ハインツ・シュナイダー君、ヨーロッパナンバーワンフォワードです。おっと、オランダジュニアユースチームも到着した模様です。キャプテンはブライアン・クライフォート君、彼のプレーもまた今大会の見どころの一つです。さらにもう一チーム、イタリアジュニアユースチーム。イタリアのキャプテン、ジュノ・ヘルナンデス君はヨーロッパナンバーワンの呼び声高いゴールキーパー。今大会彼からゴールを奪える選手は果たして現れるのでしょうか。いない人間について考えてもしょうがないだろ。ああ、まずは今いるメンバーでベストを尽くそうぜ。全てはそれからだ。うん、そうだね。君たちの言う通りだ。それじゃあみんな、大会に向けて今日から頑張ろうぜ。ああ、目指すはジュニアユースワールドチャレンジ優勝だ。俺だって負けないよ、一緒に頑張ろう。書いたぜ。三上さん、プレマッチの交渉がまとまりました。全部で3試合です。ああ、ありがとう。みんな聞いての通りだ。明日以降は実戦も入る。しっかり準備するんだぞ。はい。それにしてもいい練習場だな。うん、最高の環境だね。君が翼大空だね。あなたは？これは自己紹介が遅れて失礼した。私はジョージ・カージナル。日本の皆さん、私の施設へようこそ。へえ、おじさんがそのなんとかいうでっかい会社の社長なんだ。おい、石崎。ご挨拶ありがとうございます。私は日本サッカー協会の片桐というものです。それでカージナルさん、今日は一体どういった？実は翼大空と一度話がしてみたいと思っていてね。ちょっと一緒に来てくれないか？ええ、それはいいですけど。私もご一緒してよろしいでしょうか？ああ、その方が彼も緊張しなくて済むだろう。来たまえ。どうして翼のことをご存知なのですか？私はサッカーが大好きでね、専門のスタッフを世界中に派遣して情報を集めさせている。そこで日本に翼という素晴らしい才能の選手がいると報告を受けてね、先月の初めに日本まで大会を見に行ったんだ。中学生の大会を見るためにわざわざ日本へ？当然じゃないか。輝ける才能のためならば私は世界中のどこにでも行く。
特に大会の決勝戦は素晴らしかった。一人の選手が才能を極限まで絞り尽くす様はそう見られるものではないからね。ところで翼、はい、この施設の感想はどうかね。聞かせてほしい。すごいと思います。グラウンドも練習器具も宿舎もすごく立派です。うん、ならばここで思い切りサッカーをしてみないかね。え、君は中学生だったね。どうだろう、卒業後にアメリカに来ないか。君のような才能を私は求めているんだ。優れた選手は優れた環境、組織、戦術の下で最も輝く。私はそう考えていてね。翼の才能をより際立たせるには私のサッカースクールは最適だと思うんだ。どうだろうか。お話は嬉しいですけど、俺は卒業後にブラジルに行くつもりです。ブラジルに？彼の師がブラジルにいましてね。中学卒業後にその師の指導を受けるためにブラジル留学を予定しています。そうか、それは残念な話だ。だがもしも気が変わったらいつでも訪ねてきてくれたまえ。君のような才能ある選手のためにならいつでも門を開いている。まあ我々のアメリカチームと戦えば今の君の気が変わるかもしれないがね。え？今回のアメリカ代表の選手のほとんどは私のサッカースクールの生徒たちだ。明日のプレマッチ、まあ楽しみにしておきたまえ。お話し中すみません。監督がそろそろ練習を再開。じゃあ。ああ、時間を。失礼します。カージナルさんは南葛と東方の決勝戦以外もご覧になったのですか？ああ、見させてもらった。ではお伺いしたいのですが、翼以外に気になった選手はいましたか？いなかったね。あの大会、翼は残念なことに大怪我を負っていたね。しかしその翼に誰も勝てなかった。つまりその程度の選手たちだ。もちろん彼らの一生懸命さをバカにするつもりはない。そのプレーぶりは尊敬に値するものだったよ。だが才能や能力の評価は別の話だ。よし、みんな聞け。今までは各人の調整に終始してきたが、今日からは実戦だ。まず手始めに地元アメリカとのプレマッチだ。アメリカの選手たちは幼い頃から体をかなり鍛え込んでいる。その鍛えた体を利してフィジカルで潰しに来る傾向が強い。十分に注意してくれ。はい。ではスタメンを今から発表する。フォワード、ヒューガ、橘正雄、新田、ミッドフィルダー、翼、松山、橘和夫、ディフェンダー、相田、慈瞳、高杉、石崎、ゴールキーパー、若島津、以上だ。名前を呼ばれなかったメンバーもいつ試合に出てもいいように準備しておくように。はい。全日本ジュニアユース、これだけのメンバーが集まったんだ。日本の高校生にも俺たちは勝ってきた。このアメリカ遠征、目標は戦勝すること。負けなしで日本に帰るぞ。おお。三上さん、本当に良かったのですか？我々はこの大会に向けて各国のデータを集めてきました。アメリカの情報をもっと選手たちに伝えた方が良いのではありませんか？いいんだ片桐君、まだプレマッチの間に済ませておかねばならないことがあるんだ。
はい。全日本ジュニアユースチームが結成されて初の全国ツどいつもこいつも貧弱な体してやがるな。なに？まあいいさ、俺たちが島国のお前たちに世界のサッカーってやつを教えてやるぜ。俺たちの世界との戦いが今ここから始まるんだ。さあ試合開始のホイッスル、行くぞ。おっとキャプテンの翼くん、早くも得意のドリブルでアメリカに仕掛けていく。抜く。何？うまい。翼くん見事なフェイントでブレイクくんをかわした。みんなそいつを止めろ。お、アメリカディフェンス対処して翼くんに向かっていく。ヒューマくん。お、翼。翼くんと中学くんのワンツー。中学生サッカー夢のコンビで迫り来るアメリカディフェンスをかわした。行くぞアメリカ。翼くん早くもシュートの体勢。ペナルティーエリアからやや遠いが翼くんにとってはシュートレンジだ。ドライブシュートだ。出ました、翼くんのドライブシュート。アメリカの空に鮮やかに弧を描く。日本早くも先制点。なんとアメリカゴールキーパーのアズワン君、翼君のドライブシュートをキャッチした。こんなお辞儀するだけのボールがドライブシュートだ。笑わせんなよ。そんな、俺のドライブシュートがあっさりと。ほらよ、どんどん来やがれ。アズワン君無造作にボールを打ち上げた。日本を挑発しているのか。貴様、後悔させてやる。ヒューガ君ボールを拾った。そしてアメリカよ、これが俺の力だ。くらえ。出た、ヒューガ君のタイガーショット。もうこの突進が今度こそアメリカゴールを。何？ダメだ、アズワン君またもキャッチ。ヒューガ君のあのタイガーショットを難なくキャッチした。こんなものがトラだって。翻訳機が故障したか。アズワン君再びボールを打ち上げた。やはり日本を挑発している。くっそ、舐められっぱなしでたまるか。なんとこれも簡単にキャッチ。ソーダ君のカミソリシュート、松山君のイーグルショット、新田君のハヤブサシュート、そして立花兄弟のスカイラブハリケーン、その全てをアズワン君が防ぎ通した。嘘だろ。ラッキーラッキー、まさかフィールドで空中サーカスが見られるなんてな。おいアズワ、いつまで遊んでやがる。うるせえな。ほらよ。よし、ここからは俺の出番だぜ。アメリカの反撃開始。センターフォワードのブレイク君が日本陣内に突進していく。止める。どきやがれ。ブレイク君巨体の勢いを乗せ
パワー勝負なら負けんたい。それは俺のセリフだ。なんとパワーディフェンスを誇るジトー君が跳ね飛ばされました。見ろ、これが本物のシュートだ。来い。ブレイク君のシュートが若島津君の腕を弾いてゴールに入った。日本先制されてしまいました。クソ、止めたと思ったのに。なんて重いシュートなんだ。どうだ、これが俺様のブレイクシュートよ。相変わらず頭の悪いネーミングだな。クソ、俺たちの攻撃が防がれた上にあいつ一人に決められちまった。大丈夫、試合時間はまだまだあるんだ。これから頑張ろう。さっさっおっ、あとあっ、それでも翼くん、すごいドリブルだ。アメリカディフェンス5人をごぼう抜き。これが日本の生んだサッカー小僧、大空翼だ。さあこれで6人抜き。今だ、もらったぜ。あとフェイントの終わり際を狙ってブレイク君が激しいタックル。ブレイク君のタックル、翼くんの。監督、俺いけます。翼、つったりか。翼くん、やはりここは交代です。ここで試合終了。That is good.